成長しても体重が40キロに満たないというマイクロ豚と触れ合えるカフェが福岡市にお目見えします。あさってのオープンを前に一足早く見せてもらいました。キラキラしたつぶらな瞳に小さくて可愛い足、小さくてもトレードマークの鼻はこの通りです。マイクロ豚と触れ合えるマイピックカフェは全国で5カ所目、九州では初めての店舗を福岡市の大名地区にオープンさせます。マイクロ豚は成長しても体重が40キロ以下、中でもこの店の豚は20キロ程度とひときわ小さいのが特徴です。たくさん集まってくれました。そしてね、おとなしく抱っこさせてくれるんですね。毛がちょっと硬くて気持ちがいいです。癒されますね。北海道生まれの28匹の豚たちは昨日夕方福岡に着いたばかり。まずはホームページに載せる写真の撮影です。もしもし、あ、なんか嫌、おしっこ大丈夫かな。あ、やっぱりなかなか思うようにいきません。あ、いけそう、いけそう、どうでしょう。いけたかな。満足の仕上がりです。スタッフはさらにスマートフォンを手にして何やら始めました。九州にちなんだお名前をつけたいと思います。始まったのは写真投稿アプリの生配信。客と一緒に育てていく連帯感を生み出そうと豚の名前を募集することにしました。この子を明太ちゃんでいきたいと思います。他にもカステラやモッツー、黒糖など九州にちなんだ名前が決まりました。すぐに人のお膝の上でまったりしてくれるので、その温かな時間を皆様が過ごしていただければなと思ってます。マイピックカフェはあさってオープンし、来店は事前予約制になっています。すごくおとなしそうなので、なんか抱っこしても大丈夫な感じしますね。愛らしいですね。癒されますね。知的で人懐っこいそうで、はい、イギリスではペットとして飼われてるっていうことですよ。マイクロ豚そうなんですね、たくさんいますね。こうやって寄ってきてくれるとね、癒されますし、あの後ろ姿もたまらなかったですね。尻尾がね、小さい尻尾をこう左右に振っていましたけれどもね。こういうご時世ですから、ちょっとこう動物に触れて癒されるっていうのも大事かもしれませんね。